どうもジェームスゲームスフォー MGC TV マルベリーでございます。スプラトゥーン実況やっていきましょう。さあ本日はいきなりロビーに行きますが、マルベリーこんないでたちにもなってます。ガスマスクに、野球ユニフォームにブーツにローラーでございます。現在なんとランク19まで来ました。パート5まではランク9ぐらいだったのかな、10個ぐらい上げてきました。であと1勝すればね、まあ負けても、ランク20になりそうということで、ランク20、達成記念動画、そして、スプラトゥーン の, あのストーリーモード的なやつ、ヒーローモードだったっけ、なんだっけ名前忘れちゃった、縄張りバトルじゃないやつのね方に今日から移行してくるということで、でさらにねアミーボを使った、アイテムゲットもねどういう形になっていくのかをご紹介していきたいと思います。ということでレギュラーマッチいっちゃいましょう。さあランク20なるためのね最後の縄張りバトルです。ずっとね完成披露試写会からかな、縄張りバトルずっとご紹介してるような動画になってるのが申し訳ないというかね、なんかねワンパターンになってきてるんで、まあこのパート6でとりあえず縄張りバトルは最後ということですね。次のバトルから参加します。待機中。マジかよ。これ、大丈夫かな？待機が長そうだな。編集でカットします。さあ、来ました。待機がね、長かったんですが。さあ、ラスト、ランク20まで、ランク20になるラストバトル、縄張りバトル行ってみましょう。ここまでね、ランク19までやってきましたが、まあ、正直ですね、まず事前に言い訳と言いますか、保険と言いますか、を引いておくとですね、全然上手くなってません。まあ、調子いい時と調子悪い時が、もう、あからさまに波があるみたいなね、まあ、上手くない証拠なんですが、さあランクはそんなに高ランカーの人たちが揃ってるわけじゃない感じなんで、まあここは勝ちたいですね。まあ1000ポイント以上獲得して1位で勝利したいところでございますが、まあうまくいくでしょうか。まあね、作戦としては、塩の目なんで塩の目で、まあ、真ん中のところね取った方が優位でございますが、この分岐点となるところに先にね向かってきましたね。敵を威嚇しながら、まあ、インクがねすぐなくならないようにね上に行きましたね。ローラーがもう一回来てくれましたが、はい、はい、あやべえ危ねえで、たまにねえな、やばいよ、兄ちゃん。やばいよ。ラッキーですね。後ろから来てるのか。よし。前から来たんで、ちょっと、しょ。よし、溜まって、上にいないかな。いや、後ろにいる。後ろから追っかけられてる。追っかけられてるよ。さあ、ここを使えるか。仲間がいました。助けていただきながら。大丈夫だね。押し返したね。押し返していただきました。さあ、ここ2人いるから。スペシャルでイカちゃんで2体倒して、3回目はいけないか。3回目はいけなかった。さあ、押し返してるんで、ここ取っていきましょう。真ん中がね、押せてるんで、中央のね、通路側も制圧していきましょう。しかしね、油断してると、はい、こんな感じでね、何なんかすげえラグかったよ。一回やられちゃいました、ね、ちょっとスーパージャンプいきますか。ちょっと危険なんですけど、前線のね人のところに飛んでる、前線の人のところに飛んでる、ああいう感じになってる。だからあんまり飛びたくないんですけどね。これくらいの難しさとやれる場合はもうガンガン突っ込んでいいかなみたいな。高ランカーさん同士だとね、スーパージャンプの着地点を狙ってね、ガンガンやられるんで、ね。さあ、イカちゃんで、もう一回来てるね。いなくなった。なんかラグいぞ。どこに行った？
倒してくれたかな。敵がいたってことで、よし、制圧、真ん中の制圧は完了してますね。さあ残り20秒なので、ちょっと守りたいですね。あ、危ねえ。中から危いぞ。上にいるな。さあもう残り10秒、ここは最後ですね、ラストスパート取りに行きましょう。ガーッといって、さあ通路まで空いてなかった。4秒、最後ね、空いてないけど残りかす、残りかすで、まあまあでしょう。さあ1位通過はできたかな、微妙かな。さあどうでしょう、まあ、勝利は勝利ですが、どうでしょうかね。1007ポイント、あららら、全然ダメだね。まあでもね、僅差っちゃ僅差ですけど、まあとりあえず1000ポイント台を乗りました。さあということで、ランク20、やっとマックスにたどり着きました。はい、一回やめましょう。で今装備もね、ガスマスク、あ、ちょっと装備見てみますか。カスタマイズで、頭がね、今ガスタコマスクってやつをつけてるんですけど、これ今クリアしていくとね、能力値がこう増えていくんですけど、まだ2つ開けられてないんですよね。で今まではねこっち使ってたんですよね。ただね、まあいいでしょう、まあ、ちょっとこれは育成中のガスマスクなんですけど、ガスタコマスクと服はミスターベースボールですよ。うん、どうでしょう。はい、で靴は、モトクロス、うん、モトクロスリゾートブ、この靴めっちゃいいですね。はい、でちょっと一回広場に行きますか。今までのパート5までで1個紹介してなかったというか、やりきれてなかったのが、例えば、あら、この人はですね、このパワードマスク、パワードスーツ、パワードレックスは、これ全部アミーボ、アイテムというか、アミーボを持ってる人しか持てないやつですね。で、ここで、ギアの注文っていうのを X を押すと、こうやって非売品にこれはなっちゃってますけど、ここで注文、その、なんて言うだろう、プレイヤー、オンラインのプレイヤーの人たちの中で、いい装備っていうか、これいいなって思うのがあったら、発注できるんですよね。ちなみにまだ今日発注してないんで、なんかいいのあれば。行きたいんですけど、特になさそうですね。全部持ってる系かな。うん、なさそうですね。あと上とかにもね、いろいろいるんですけど、まあ、これを見てね、いい、アイテム、まあ、3つまでね、能力値つけれるんで、それをつけれるようなものを選ぶといいでしょうという感じでしょう。まあ、上級者さんにとってはね、そんな説明いらねえよっていう感じだとは思いますが、まあ、一応の、お話でございました。さあそして今日の本題パート2、ここにですね、アミーボのねケースがあるわけです。このケースあれなんですよね、実際に商品、アミーボを商品、アミーボっていう人形みたいなのがあるんですけど、それを買った時のケースと同じケースなんですよね。ディティールにこだわってます。さあでアミーボを読み込むと、でアミーボをタッチします。そうするとこのようにアミーボへオーナーとニックネームを登録してくださいと。で登録するを選択して、はい、このようにね、オーナーとニックネームの登録ということで、オーナーマルベリーで、アミーボのニックネームを入力すると。で、入力した後、この内容を登録するという形にしますと。はい。で、登録すると、このような形で、アミーボのね、キャラクターが出てきます。これ、この今出てきてるやつがもう、なんていうんですか、製品になってるアミーボの人形と全く同じキャラクターですね。で、オス、元気してるかと。ん、お前、タコツボバレーのこと知らないの？チャレンジの前に、まずはタコツボバレーをもう少し遊んできてもらっていい？それじゃあ待ってるぞ。ということで、ここでアミーボを登録した後に、タコツボバレーですね。ゲームパッドからね、タコツボバレーの、アイコンクリックすればいいんですけど、一応ここですね。一回パート3か4でも入りましたけど、ここに入ると、ストーリーモード的なやつを、プレイできるわけですね。で、まあ、この、何でしたっけ、この人。当たり目指令。当たり目指令からね、いろいろ説明を受けるんですが、ここに、ここのね、なんか、やかんがあるんですよね。で、これを塗っていくと、こう、入れるようになると。
で ZL で入ると。で電気ナマズっていうのを取り返すのが、目的みたいな感じらしいです。3号頼んだぞということでね、なんか、ね、3号って設定になってますね。1号2号は誰なんだって話もありますけど、まあ私の予想1号2号はあのイカシスターじゃないのかなと思ってます。まあ、プレイは、シューターですね。シューター、ワカロシューターなのかな、これ。通常のシューターで、このようにですね、マップ、縄張りバトルのようにね、まあ、色塗ってって、どんどん前に進んでいくのかな、ここにあった。いう感じでございます。で、ここがチェックポイントになってるんですね。ここに説明が出てきます。ZL で隠れる、見つかるというのを回り込めということです。回り込んでみて後ろからボーンと、はい、って感じでしょう。でこのねドラゴンボールみたいなのがあるんですけど、これイクラらしいですよドラゴンボールみたいな、ね、さあどんどん行きましょう。チェックポイントを通過して壁の後ろで深呼吸、戦場の鉄則じゃということですけど、まあ、壁の後ろに隠れてね相手の攻撃をかわせということですから、まあ、先にちょっとイクラ取りましょう。まあ、ここの序盤はね、そんなに、あれです。特に難しいことないと思う。やばいやばいやばい。インクがねえどーっち。インクがねえどーっち。よし。倒しに行きましょう。このね、タコ。敵キャラのタコみたいな。はい。ん？タコ？はい。で、今度は、シールド。シールドモチーフはボムで注意を反らせる。こんな感じでね、上にいるんですけど、まあ、上にまずボムを投げて注意を反らしてから、あ、上に行かなかった。お、意外に難しいんだよね。ん？どこだ？こうか。あ、やった。よし、じゃあどんどん行きましょう。ここもね、ボムで注意を反らせる。まあ、そんなことしなくてもいいんですけどね。ここも突っ込んじゃいましょう。わあ。はい。はい。ぐらいに回り込んで、あ、やべ。回り込んで。よいしょ。あ、いくらある。いくらちゃん取っといて。その次の人もその時に出てくる敵が聞こえますけど、まあ、このね最初に出てくる敵はねそんなに攻撃が速くない、攻撃が速くないんだけどね、弾がねポワーンってねゆっくり飛んでくるんでね、ゆっくり相手の攻撃を見ながらねかわしてって攻撃してくれるんじゃないでしょうかって感じですね。あ、ジャンプポイント発見、確認されたし行っていきましょう。でここでですね、アーマーじゃ受け取れってことで、ここでほら装備がちょっと変わったみたいですけど、これでねアーマーを装備すると、要はマリオのあのあれですね、あのキノコ的な感じですよ。一発食らって、一発食らって、一発っていうか、ね、ダメージを食らっても、耐えきります、耐えきりますっていうか、ね、死なないです死なないです。でアーマーが壊れてるんですね、やっぱり。本来であれば致死量というかね、やられるダメージを食らっても、このアーマーがあれば、耐えられます。さあ、ここで、鍵をゲットすると。で、鍵みたいのをゲットすると、ドアが、まあ一応ナビゲーション出てるんでね、ナビゲーションに従っていって、ここで、ね、ここに鍵を使えるみたいですね。するとこういうのように開きます。でじゃーん、いくらちゃん取っていきましょう。鍵を探せるってことですね。あー、やべ、シールの持ち方がいますね。よいしょ、鍵ありました。箱の中にね鍵がある。まあ基本的に全部箱壊していく感じですよね。まあ、しょぼんじゃないんでね。しょぼんは知らない人は何の話かよくわかんない。やばい。
やばいやばい、ちょっと待って、うわ、回り込みましょう。敵も全員倒した方が気がたくもらえるんですけど、いや、あとでもうちょいと説明します。このイクラもね、意味があるみたいですね。さあ、ここで鍵を使っていきましょう。よし、これでまずはクリアですね。ここに電気玉づけが入ってて、このシールドみたいなのを壊してゲットするとクリアでございます。タコトルーパーの姫です。電池ナマズ？電池ナマズを取り戻せということで、ステージ1をクリアしましたと。でですよ、ここのタコツボバレーでクリアしてから、ちょっとハイカラシリに戻ります。で、先ほど、最初の方に行った、あれですね、アミボのところにもう一回行きます。ニュースが出たのか。はい、塩辛さ、私はね、このね、あおりちゃんとね、ホタルちゃんがね、1号2号なんじゃないかなって勝手に思ってます。一回よろしくってね、もう何回も見てるとだいぶ愛着もが湧いてきますね。で、アミーボのとこに行って、よいしょ、はい、登録したアミーボをタッチすると、さっきとは違ってですね、チャレンジというのに挑戦できるようになるんですね。このように。で、1、2、3ってナンバーが書いてるんですけど、これがタコツボバレーの、1ダンジョン目、2ダンジョン目、3ダンジョン目みたいな形になってるみたいです。で、ここをクリアすると、このね、一番右にあるボス戦がここに表示されるようです。で、ボス戦も一度ね、あのタコツボバレーでクリアしてから、再度、こっちのアミーボチャレンジでクリアをしていくと、この一番右のマスのところをクリアすると、それぞれ限定アイテムがゲットできるということでございます。じゃあもう一度ここチャレンジしましょう。まあ内容は同じなんですが、ステージの内容は同じなんですが、違うのが装備が違うと。ローラーになります。で、私ですね、このローラーがですね、なんと、この、アミーボチャレンジでクリアをすると、このローラーがもらえるらしい。で、まあ、ローラー以外にも頭装備とか装備品がもらえるようなんですけど、このスプラローラー系を今私よく使ってるというか、まあ、それしか今のところ使えてないんですけど、まあ、他のねシューター系も練習しないといけないんですが、まあ、今のところこのローラーをメインにやってます。で、ローラーが、スプラローラーなんちゃらコラボだな、名前忘れちゃった。スプラローラーとそのなんちゃらコラボみたいなやつ、2種類しかローラーないんですよね。で、その3種類目はこのアミーボチャレンジをクリアしないとゲットできないということなんです。で、結構かっこいいんですよ、そのローラーが。ということで、ぜひとも欲しいということでですよ、ランク20になりましたという動画と、このアミーボチャレンジを今後進めていこうかなと。タコツボバレーでね、クリアしていって、このアミーボチャレンジをクリアしていくと、どんな感じでね、どのステージをクリアしてね、どういう感じで攻略するというか、まあ、クリアしていくと、何がもらえるよみたいな動画を今後作っていこうかなと思います。まあまあ、さっきと内容は同じなんでね、パッパパッパ言っちゃいたいですね。で、問題はですよ、あれなんですよね、今後実況していくにあたって、通常のタコツボバレープレイをとこのアミーボチャレンジ両方を、なんていうんですか、見ることになるというか、動画にしてると、今、まあ、やってる通り、さっきクリアした感情ね、2回やべやべやべ動画にすることになって、今後これ 1フロア目はこのシステムのご紹介ということで、あ、いくら取り忘れた、もっと戻れるのか、戻れて、1回クリアした段階をね、もう1回このチャレンジモードでやるとどうなるかみたいなことをやりますが、2回目以降は基本的にはこのチャレンジモードの方をご紹介していこうかなと思います。なんで、通常のタコツボバレーの方は、
回もうクリアして、そこクリアしたらこっちのチャレンジモードでクリアしていく方の方を動画に移してという形にしたいと思います。だからまあ初見プレイ的な感じで、まあ、できればよかったんですけど、どういう仕組みなのか確認するためにある程度、別のねアカウントの方で試してみました。ただまあ全部はやりきれてないんで、途中からね初見的な、プレイにもなっているかなと思います。まあそういう意味でそういう形でやっていこうかな。お楽しみに。調査、動画の調査が追いついてないんですけど、このタコツボバレー系の動画も多分上がってるんでしょうね。あ、ただアミーボプレイでのアミーボチャレンジでの動画っていうのは上がってるのかどうかっていうことも、なんかアミーボ自体も、まあ、オンラインプレイっていうか、レギュラーモードでねプレイしてると結構アミーボ限定装備を装備してる方とかいるんでね、持ってる方はもう普通に持ってるんでしょうけど、なんか噂によるとこのアミーボ、品切れ状態がつらしいです、ね、なんか再入荷を待ってくださいみたいなお知らせが出てた。再入荷はツイッターでお知らせしますみたいな感じらしいですね。さあこれでクリアかな。はい、あっという間でございます。よしゃタコトルーパーの響き、天地ナマズを取り戻せということで、アミーボチャレンジはこれでクリアになります。そうするとクリアご褒美として、チャレンジをクリアするごとに、ゴールドがゲットできますね。はい、という形の流れになります。ということで、次はフロア2の方ですね。一旦クリアして、タコツボバレーでクリアしてきて、チャレンジモードのところをまた動画でお見せいたしますので、次回以降この、タコツボバレーでのアミーボチャレンジを実況していきたいと思います。ぜひお楽しみに。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。したけい。